何しろマリオンの前の日劇ってあったでしょ、うん、あそこはね僕ねものすごい懐かしいんですよ。でなんだかって言ったら、うん、実を言うと僕は出版社入った、はいはい、で徳増書店なんですけどね、そうすると、まあ、文藝春秋っていうところが文史劇っていうのをねやってたわけですけれど、とにかく徳増書店に入って以来徳増書店が文藝春秋の向こうを張ってその日劇でその年忘れ歌謡賞やってて、あれ正確なタイトル忘れちゃったなんつったっけな、確かやってましたね歌謡賞、それ金沢さんが詳しいから、はいはいはい、そうするとそこへね、はい、全社員買い出されるわけですよ、はい、でいろんな文史が来て、うん、ね文史その他なんですけれど、うん、要するに接待しなきゃいけない、うん、さあ次出番ですよとか、うん、そうすると僕が一番忘れないのはね、なんと西崎義典って、ああ大和宇宙戦艦大和、はいはい、でまあ徳間はね西崎さんと親しかったんで、うんうんうん、でそこでね彼のね担当者として僕は生かされた。アニメーション全然前ですか、じゃあ。いやアニメーションの時なんですよ。アニメーションの時ですか。そうなんですよ。だってアニメーションもう気がついたら40年近く前。あそう。あれね1978年なんですよ。あそうですね、だからもう40年前なんですよ。40年前ですね、うん、なるほど。そっかそっか。でね何あそこでしかもね それもあの その時だけじゃなくて毎年だったんですけれど、うん、で西崎さんが何歌ったか分かんないけれど、まあ、文士たちが下手な歌を披露して、うん、で大体ねあのお客さん集めるの大変だったんですよね。そうでしょうね、だって 来ないっすね、誰も見たくないんだからね。そのものでもその楽屋がねなんか印象残ってるんですよ。うん、なんかね、ああこういうところの華やかな裏の楽屋ってこういうところなんだなって。で必ずしもね、楽屋の方は華やかじゃなかったんですよね。それどころか壊れそうで。もう一つ日劇ミュージックホールってのあったでしょ。ああはいはいはい。ほんとあれね、上の方はあの日劇だったんだけど、うん、地下に日劇ミュージックホールってあって、でそこで働いて出しちゃったのが深澤七郎さん。ああなるほど、うん。あそこの文芸部だったんですよね。なるほど。深澤さんがね、まあ、いつも小説を書いたのは、うん、その日劇ミュージックホールの楽屋で書いてたんですよね。でそんなことも頭に知識に合いながら、日劇ってとこはね、うん、大したところだっていうのをね、うん、でなんつったってあの僕らだとこれは僕は実際いなかったけれど、うん、なんつったって日劇でしょ、あのロックンロールの、はいはいはい、まあ、ね、ウエスタンカーニバルはですよ、ね、そうね、あの日劇それがなくなるっていうのは僕ら寂しかった世代で、うん、それでまあマリオンができるじゃないですか、うんうん、でできたマリオンで、うん、まあ東宝さんとやるっていうことは当然ね、うん、そこでやると思ってたら、うん、なかなかやってもらえないっていうのか、まあ、これ言うと話ややこしいんでだけどあのトトロとホタルはね、これはねやるんですよ。ほんでなんでかって言ったらね、これ多分ねジブリ唯一の洋画系じゃないんですよね、うん、そうなんですよね、邦画系なんですよ、邦画系なんですよ、ね、これでまあねそれ前の、まあ、僕らずっとねあの東映さんとお付き合いしてきたわけ で、うん、でそういうことで言うとトトロとホタルは、うん、東宝さんと初めての作品、はい、でそれにまつわる話としては、まあ、いっぱい山のようにあるんですけれどでも一方で邦、まあ、画系でやるっていうことが決まって、はいはい、これでねまあ、中でもやっぱり忘れないのは本当は4週間興行、でまあこれ実を言うとトトロとホタルって、まあ、作るのにねすごいなんていうんですかあのギリギリまで粘った作品で、うん、まあ、ホタルは未完成版やりましたね。そうですね、まあ、辛い思い出も、うん、で4月16日だったと思うんですけれど、うんうん、僕の記憶に間違いなければ公開日は、うん、これでね公開やって、ね、4週間でしょ、はい、でそういうことで言うとね厳しい興行ですよね、うん、それまで東映さんとやるときはもっと長くやってくれたから、うん、はい、そうね邦画系っていうのはいかに厳しいか、うん、ね、俺でその次にね、うん、ケンさんの海へっていう映画、うん、親友ですね、親友が、はいはいはい、でねまあそれがもうね次に迫ってるから4週間しかダメだと、うん、俺でやってたらね、うん、何しろ蛍が間に合わないってことなんじゃないですか、うん、はい、でまあ、東宝の、ね、どなたかとは言いませんけれど、うん、はい、ね、うん、映画公開に間に合わないなんてバカなことはないだろうって言ってね、僕怒られてやってたんですよ、うん、でね後でね海屋が待ってんだからね、うん、ちゃんとやってくれなきゃ困るって言って、うん、でそういう中で僕らは苦労してやる、うん、でやってたら
ね、僕らにとっては幸運が起きた、うん、しかし東方にとっては事件が起きた、うん、それ何かっていうとね、うん、海へがね公開に間に合わなくなるんですよ。これね、当時のその方がおっしゃるには東方始まって以来の事件で、で実を言うと公開が2週間延びるんですよ。かなり早い段階で6週間興行になるんじゃないんですよ実は4週間興行の3週目ぐらいの3週目が終わった頃なんですよ。あ、途中なんですね。そうで、僕らあと1週間で終わりかと思ってたら急遽2週間延びますあ、そうっすか。だから僕らはむちゃくちゃ喜んだわけですよ。だからまあついでだから言いますけどね、まあ、僕の記憶に間違いなければ実は邦画系で不義って、うん、トトロとホタルって45万、うんうん、でちょうどね、まあ3週目から4週目にかけたこの1週間でね、うんうん、作品評価がぐーんと伸びるんですよ、うん、で、実を言うと、うん、なんでしたっけ、 うなぎ登り、はいはい、後ろの方で成績が良くなるんですよ、はいはいはい、それが5週目6週目なんです。これで実を言うとね、まあいろいろあるんじゃないですか、うん、そしたら45万が60万までいくんですよ。おかげさまで、うん、その2週間やったおかげで、うん、その60万人を一応なんですか、うん、ね、6週間の中で動員したじゃないですか、うんうんうん、で第二次興行がいろんなとこから殺到するんですよ。あ、なるほど。これで実はゴールデンウィークまでやったじゃないですか、はいはい、そしたらその後、はい、夏過ぎまで、延々トトロとホタルのなんですか、うんうん、それでそこで挽回していくっていうね。なるほどね。そういうことが起きたんですよ。じゃあそれはじゃあもちろん小屋はもう変わって、そうってことですね。それで東宝もね急遽ね、あれ何でしたっけ、新宿のコマにエア館あったでしょ、はい、地下に、はい、あの普通はお芝居やるとこそうそう、あったあったあった、なんて言うんでしたっけ、ね、コマのシアターアップじゃなくて、なんだっけ、そんなような名前ですよ。シアターアップ、シアターアップです。シアターアップ、ここでそこでロングランやるんですよね。シアターアップ、でもそれもこれも、はいはい、その海へが伸びなきゃだって2週間も伸びたんだもん。すごいですよね、まあ、あれだからあのね、僕言われましたよ当時、あの西野さんに、西野さんだよ、まあまあ、当時は西野さんですよ。要するに2週間伸びるなんてありえないんだと、はいはいはい、はい、うん、それからもう一つ言われたのがね、そういう時代なんですね。東宝にとってはね、大事なのはね、まあいろんなことで分かるんですけれど、邦画系なんだと、うん、はい、当時そういう意識なんですね。要するに人様の作った作品を、うん、なんていうんですか、まあ洋画系で不義るっていうのと邦画系にかけるっていうのは意味が違うって、うん、それ言われましたね、うん、だから要するに自分たちの本道は邦画系なんだと、うん、いろいろ言われましたよ。あ、そうですか。でおまけにそれが6週間になるわけでしょ、うん、だからそのなんだ、日技東宝でやったトトロとホタルに関して言うと、うん、それがまあ最大の僕にとっては、うんうん、トトロとホタルはまあ東宝だけど、まあ、次の魔女の宅急便はまた東映とってことになって、はい、うん、で思い出ポロポロから東宝とずっとってことに、まあ、なっていくってことですか。そうですよね。そうですよね。でもその以降は日劇では一切やってないじゃないかな。あ、ただ日劇プラザにもののけ姫とかかかってる、あ、かかりましたね、かかってると思うんですけど、紅の豚も日劇、うん、でも日劇プラザは洋画系だったでしょ。まあまあまあそうですね、はいはい、うん、だけど東宝にとっては、うん、あのちなみにね、うん、思い出はね、うん、みゆき座なんですよね。はいはいはい、みゆき座、はい、当時のね、はいはい、それで東宝は全く期待してなくてね、あ、そうですか、うん、まあ、これあんまりもういろんなところで公表しちゃってるんですけれど、とにかくみゆき座であると、うん、で僕知らなかったんですけれど、うん、要するに東宝の映画館ってランク付けがあるじゃないですか、うん、はいはい、ありますね。そうみゆき座ってね、うん、5番目か6番目、うん、まあまあまあ、そう、まあ、言ってることは分かる。でそれをね、あの西野さんがね、うん、女性映画だから、あそこは女性映画のメッカなんだとか言っちゃってね。あで、まあ、僕も好きな映画だったから、うん、あれ近い入ってたと思うのね、うん、まあそれはそれで、うん、ほんでまあ実を言うと東宝さんは、うん、そのいわゆる配給として、うん、もうマックス4億円
はあ、絶対客が来ないっていう自信を持ってらっしゃって、でそんなことを知らない僕らはね、うん、頑張るって、うん、そしたら初日にね、うん、宣伝プロデューサーがね大きな声でね、はい、これ数字間違ってんじゃないかって言って、一桁違うだろうって言ってね、僕が隣に人数の知らずに、ね、しゃべりまくるというね事件が起きたんですよ。これでなん とあの思い出ポロポロってその年の日本映画の一番なんですよね、興行が。でそのことがあってジブリの作品はどう化けるかわからないっていうのが、うん、あそこから始まるわけですか。ねえ、まあ、僕もちょっと初版の事情でね、とにかく大ヒットさせたい、はいはいはい、うん、これでとにかくかけたお金で逆算するとね、日本映画の記録を打ち立てても赤字なんですよ。そうそうそう、だから ペイラインが30何億じゃなかったでしたっけ、37億だっけな、そのぐらいなんですもん。当時の配信であれ60、うん、ああそうそう、行かないとっていうのが目標ですよね。それやっても赤字なんですよ。あ、それやっても赤字なんですよ。そう、あ、そうか、これで今の、あの僕はね当時まあ頑張ってたら、うん、そしたら本気かって言い出したんですよ。60は本気かって、だから本気ですよって言って、うん、だったら組み直すって。おお、これね、あのね、まあ、西野さんってそういうことをいろいろやってくれた人 で、うん、で確かに組み直しがね、うん、もういや僕は本当にこの西野さんはね、うん、トトロとホタルと出会って以来、うん、まあ、改めてその話もするとね、うん、本当感謝してるんですよ。いろんなことも教えてくれたし、こ、うん、れで言うと、まあ、トトロとホタルも、うん、時は初めてなんですけど、その時は大喧嘩ですよね、うん、なんか和気の至りで、うんうん、なるほどね。でもどう、あの、まあ、ジブリ映画ってまあ、あのトトロとホタルの時はまあ4月公開だったけど、大体夏興行になるわけです。で夏興行だとやっぱり洋画も強力なものが来るわけだし、うん、やっぱりその小屋でいいの撮るのってやっぱり大変な時期ですよね。そうです。でもそれをやっぱりあの西野さんという人はね、ジブリがこうやっていろんな人に支持される時の非常にね大きな立役者の人ですよね。うん、だって信じてくれたんだもん。なるほど。だって東方の中でも大揉めだったらしいんで。ああ、そうでしょうね、うん、これで新あの物のけで新体制作る時、うん、もう中でね、うん、大揉めですよ。うん、だから僕なんかね、わけのわかんないこと頼まれてね、うん、まあ、そういう話もしちゃうとね、うん、あの鈴木さんさって言うから、何すかって言ったら、うん、ちょっとな、頼みがあるんだって言うから、何すかって言ったら、うん、当時堀内さんっていうのがいたでしょ。あ、はいはい、で堀内さんというのはなんだ、慎重派なんですよね。あ、これで俺とね、うん、堀内が会う、ね、うん、会議を鈴木さんが設定してよって、うん、で他にもね、いろいろ連れてきていいからって、うんうん、で僕しょうがないからね、なんで俺がやんなきゃいけないのかなって言ってね、はいはい、これでその会議設定するんですよね、うん、これでね、設定してね、それで僕もそこで参加すると思ってたら、うん、あのもういいから鈴木さん、あと俺の方でやるからって言われてね、うんうん、これでそこでいろいろね、うん、その不安視する堀内さんに対して、うんうん、まあ、今のね、西野さんが頑張ってくれた、これで物のけに対する物のけ姫を見た後、堀内さんはすごい心配を、うん、で配収10億もままならないんじゃないか、うん、これじゃ家族は来れないって、うん、ところが星野さんじゃない西野さんはね、うん、有名なセリフを吐くんですよ、うん、映画はなっつって、うん、頭で見るんじゃないって、腹で見るんだっつってはあ、なんか本当物のけのヒットっていう時にはね、西野さんの力大きいですよね。それで堀内さん納得するわけですか。堀内さんは納得したんですよね。だけど僕は堀内さんのことを悪く言いたいわけじゃなくて、はいはいはい、やっぱりね、なんだ、堀内さんの慎重な考えも僕は非常に勉強になったんですよ、うん、だからそういうことで言うとジブリの作品は、うん、まあ、西野さんと堀内さん、うん、この二人によって、うん、やっぱりヒット作になっていく、うん、なんかそれがあったですよね、うん、なるほどね。父さん悩んでましたよね、うん、というのはシネコン時代に入ったじゃないですか、はい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 、そうするとシネコンって、ね、大きいところだと十何スクリーン、うん、まあ、少なくて 7、8、うん、全国平均するとあれ 7、8 なんですよね、うん、それであのずっと東宝さんはねこういうこと考えてたんですよね、うん、いうね、要するに日比谷に、うん、シネコン
あ、それがうまくいかないから、うん、日劇を 1,2 にして日比谷の方にね、3,4,5,6,7,8、うん、全部番号にしようっていう、あ、ただ単にそう日劇そう全部日劇っていう名前にしようとしたんですよね、あれ。あ、なるほどね。そんなこともありましたね。あ、実現しなかったけれど。そうか、だけど日劇1,2,3になったらいいっていう、そうですね、ってことですもんね、うん、そうか。だってその日劇の真ん前にも映画館あったでしょ。ありました。ああ、はい、ありました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 。だからポンポコって、うん、あれ日劇もやってなかったでしたっけ。日劇プラザ、プラザでやってます、やってますよね、やってます、やってます、で真ん前でもやってるんですよ。あ、前でもやってるんですか。だからあれね、変なことが起きちゃったんですよ。日劇プラザだけ入らないって。あ、そうなんですか。逆に、へー、あれは覚えてんな。要するに大ヒットしてるのにね、うん、あれって動員としてはね、クレナル豚を超えるんですよ、うんうん、で大ヒットなのに、うん、その肝心要のプラザが入らないっていうんで、うん、東宝さんがね、はあ、不思議な現象ですね。そうです。であれね、ニュート法でやってたせいですよ。だからこっちのが空いてるって言ってみんなそっち行ったんじゃないかな。へえ。タヌキかね、うん、それから今のなんすかライオンかっていうんで、うん、ライオンキングがね、うん、ああ、うん、そうかそうかそうか。あれなんかこれ日劇から話離れちゃうけど、もう仙台行くともうむちゃくちゃですよ当時。だって駅の真ん前に東方系の洋画系の2つ映画館でしょ、うんうん、で歩いて15分のところにね、うん、また3つぐらいあるんですよ。だから駅前の2館ともね、ポンポコなんですよ、うん、おでライオンキングがそっちの離れた方がいい、そこの1個は。これね、公開前からね、なんて言うんだ、結果見えてるんですよね。まあそうでしょうね。そうね、みんな騒いでたけど、タヌキかライオンかって、うん、最初から答え出てたんですよね、うん、あ、面白かったですね。でも鈴木さん的にはどうですか、その例えばその都内のメイン館ってものはやっぱり気になったりはしました、そういう。僕あんまり気にしなかったんですよね、洋画が特にそうだったんですけれど、うん、だいたい関東で7だったんですよね、うんうん、観客動員とか、はいはいはい、それでそれ以外で3、はい、これは逆だったんですよ。あ、ジブリの映画ってことですか。そうすると地方に強いジブリだったんですよ。あ、そうか、うん、だからあんまり気にしなかったんです。なるほど、うん、でそれは結構長く続いたんですよ。あ、うん、それっていつも、もう最初の頃からですか。そう。あ、そうですか。だから最初のね、ずっとそれが続くんですよ。うん、でそれがね、だん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 合合になって逆転していくんですけれど、うん、そうか。で多くの映画がね、うん、だからもののけの時に僕なんでね、うん、あれ力入れたかって言ったら、うん、あの暗いなる豚もそうなんですけどね、うん、地方の誰も行かないところへキャンペーンしたのはそれが原因なんですよ。ああ、うん、だから選挙みたいなもんなんですよ。なるほど、うん、じゃあ地方の観客をとりあえずこうにアピールしとけた方がいいと。それでね、全然中心へ迫ってくるんですよ。そういうことをちょっと考えたんですね。なるほどね。考えたことがいろいろあるんですけれど、うん、今まだまだバラすとまずいこと言うけどでもこのシネコン時代っていうのがいつまでなんですかね。ですよね。僕シネコン、まあ仕事の関係でね、いろんなシネコン回ってきたじゃないですか、うん、そうするとなんていうのかな、いろんな工夫があってね、うん、シネコン自体も、うん、名古屋の駅前なんかすごい豪華なやつ作るとかいろいろあったんですけれどね、うん、見てきてね、何が面白いかっていうとね、来るお客さんの服装、はい、うん、最初のうちはみんな綺麗だったんですけど、うん、だんだん普段着になってきたっていう慣れてきたんですかね。ああ、そっか、そうか、シネコンみたいに綺麗な感じは綺麗な服装で行こうって感じだったんだ。新百合なんか今ね、うん、映画始まるまで皆さん何してるかって言ったらね、地べたに寝転がってだから前はね、かしこまるとこだったのがかしこまらなくなるっていう、なるほどね、だから庶民は変わんないなっていうのは僕の感想なんですけどね。でも生きてるうちにね、2つの日劇、うんうん、それを体験できたのはやっぱり僕にとっては貴重だったってことなんですかね。なるほど。旧日劇、それからマリオンは新しい日劇だったわけで、はいはい、だいたい僕はあの週刊誌の記者だった時に、あん中にね、朝日新聞があった、だからそこへよく行ってましたからね。あ、うん、そっかそっか、うん、
いろんな意味でそれはね面白かったです。